コンスタンティンさん、エレベーターで。覚えてる。その後教会でも。運命ってやつかもな。兄さん伺いたいことがあるんですけど、ちょっといいですか。話をしたい気分じゃないんでね。ならこっちの話だけ聞いてください。お願い。実は署でお名前は聞いてたんですけど、いろいろお詳しいそうですね。カルトや悪魔の研究、悪魔払い。妹は飛び降りて亡くなる直前によく奇妙なことを口にするようになっていたんです。悪魔とか天使とか、きっと誰かが吹き込んだんです。私は誰かが洗脳して屋上から飛び降りさせたんだと思います。例えば何かの宗教団体、つまりカルト教団。証明できればいいな、刑事さん。頑張ってくれ。あれは自殺じゃありません。妹は敬虔なカトリックでした。どういうことか分かります？自殺をすれば妹の魂は。魂は問答無用で地獄行き、そして何度も何度も引き裂かれ、悲痛の叫びと耐え難い苦しみが永遠に続くだろ。そうだよな。あなた最低ね。コンスタンティンさん、エレベーター。覚えてる。その後また。運命ってやつかもな。兄さん伺いたいことがあるんですけど、ちょっといいですか。話をしたい気分じゃないんでね。ならこっちの話だけ聞いてください。お願い。実は署であなたの名前は聞いてたんですけど、あなたはいろいろ詳しいそうですね。カルトや悪魔の研究、悪魔払い。妹は死ぬ直前に症状がどんどんひどくなって、よく奇妙なことを口にするようになったんです。悪魔とか天使とか、きっと誰かが吹き込んだんです。コンスタンティンさん、誰かが洗脳して屋上から飛び降りさせたんだと思います。例えば何かの宗教団体、つまりカルト教団。証明できればいいな、刑事さん。頑張ってくれ。あなたに聞けばせめて調べる糸口くらいわかると思ったんですけど。ああ、それじゃ聞こうか。あれは自殺じゃありません。妹は敬虔なカトリックでした。どういうことかわかります？もし自殺をすれば妹の魂は問答無用で地獄行き、そして何度も何度も引き裂かれ、悲痛の叫びと耐え難い苦しみが永遠に続くだろう。そうだよな。あなた最低ね。サタン、何もたもたしてた。いやジョン、あジョン、お前はサタン自ら迎えに来てやろうと決めてやったそうらしいな。タバコいいか。深く来て剣も切れちまったな。指がちゃんと動かないんだろ。手を貸してやる。どうだ。いいか、地獄は言ってみればテーマパークだ。お楽しみが待ってるぜ。愉快なおっさんだな。また自殺を図るとは思わなかったぞ。自分でもだろ。どうだ、家族は元気か。家族はみんな元気だ。仕事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 休みがいる聞くとこじゃあんたの息子は親父そっくりだってな。まあいつはあいつだな。今隣の部屋にいる。男の家庭が焼けるよガブリエルと一緒だ。
趣味や好みはそれぞれだからな。だが聖なる槍を持ってるぞ。はっ。だが聖なる槍を持っているぞ。あいつは何を企んでる。その目で見てこいよ。20年間も俺を待ってたんだよな。20秒ぐらいどってことないだろう。ルシファー、何もともとしてた。いやジョン、ジョン。お前はサタンである私が自ら迎えに来ようと決めてやった。そうらしいな。タバコいいか。深く切ると剣が切れるからな。指がちゃんと動かなくなる。手を貸してやろう。どうだ？いいか、地獄は行ってみればテーマパークだ。お楽しみが待ってるぞ。楽しいおっさんだな。また自殺を図るとは思わなかったぞ。お前もだろ。そうだな。身内は元気か？身内はみんな元気だ。仕事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 、休みがいい。聞くとこじゃあんたの息子は親父そっくりだってな。まあ、あいつはあいつだが。今隣の部屋にいる。男の子は手が焼けるよ。ガブリエルと一緒だ。ええ、趣味や好みはそれぞれだからな。だが運命の槍を持ってるぞ。だが運命の槍を持ってるぞ。今さらまた何を企んでる。その目で見てこいよ。20年間も俺を待ってたんだよな。20秒ぐらいどうってことないだろう。